こんにちは、グレンジャーライターの木戸沙耶です。今日は RMK さんのお店に来ています。今回は RMK 夏の新作コスメで大人のカラーメイクテクを教えていただきたいと思います。今回ご紹介してくださるのは RMK メイクアップアーティストの金子さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はこの可愛いアイテムで大人の夏のカラーメイクを挑戦したいと思います。では早速メイクを開始していきましょう。あのゴールドのアイシャドウでまぶたに明るさを出していきます。夏はまぶたにこう軽さのある、ね、輝き感を出したいので、こういうちょっとパール感、ラメ感の強いアイシャドウをまぶたの上にうすらとのせていきます。その時にもし、こうパールがパラパラ落ちちゃったりとかするのがちょっと心配な方は、こういうね、あの先がこうシュッとこう切れてるような、斜めに切れてるようなブラシで、あの軽くまぶたの中央にこうポンポンってのせながら、で左右にこう右左右左ってこうやってずらしていくと、簡単にまぶたの上にこう輝き感をのせることができます。まあ、秋冬とかだともう少しこうね、グラデーションをつけたくなっちゃうんですけど、夏は逆にあんまりグラデーションをつけずにこう軽さを出すのがポイントに。なんか同じ女性同士でも、ふとうつむいた時にまぶたがキラッてしてると素敵って思うんですけど、男の人から見た、なんか夏のモテメイクみたいのって何かありますか？そうですね、やっぱり抜け感とか、輝き感とか、透明感とか、そういうところに、透明感か、そういうところに男性は、パーフェクトじゃないところに惹かれると思います。それその通りですね。次にこちらのカーキゴールドのリクイドアイライナーを使っていきます。じゃあ次にリクイドアイライナーをつけていきます。はい、とても伸びがいいライナーなので、滑らせるように一気に 大胆に引いていきます。その時にちょっとこういうカラーライナーっていうのは太めに引いていただいた方が、あのよりアイシャドウ感覚で使えるので、感じで目頭から目尻に向かってスルスルスルっと滑らせていきます。ブラウンのアイライナーとか黒のライナーよりもちょっとこのカーキゴールドっていうのはすごくおしゃれでおすすめです。確かにカラーライナーってすごい抵抗があって、いつも黒とか無難にブラウンばっかりだったんですけど、やっぱカーキにすることで抜け感とかも出るんですか？そうですね、カーキっていう色は日本人の肌にすごく馴染むので、あのかなり抜け感が出ますね。よりカジュアルなメイクに仕上がります。次にこちらのグレーとイエローのカラーマスカラを使ってまぶたに遊び心をプラスしていきます。まず上まつげにあのグレーのマスカラをつけていきます。黒よりもやっぱ軽やかな印象に仕上がるんですけど、ブラウンとかよりもグレーってとってもねスタイリッシュでちょっとおしゃれな雰囲気になります。あとちょっと夏っていうとやっぱりすっと涼しげなメイクに見せた方がいいので、こういうねマスカラに寒色系を使ってあげると、そういう涼しい目元をね演出することができます。上を見てください。そして目の下には、同じグレーでもいいんですけども、こういうイエローのマスカラを、上の下まつげに、目尻だけでもいいし全部につけてもいいし、これで遊び心がプラスされて、なんか何の変哲もないメイクでもとってもね、あのおしゃれな感じに仕上がります。なんかイベントとかフェスとかも可愛いですね。可愛いですよね。そうなんですよ。アイライナーとかであの下に白のアイライナーとか使ったことあります？昔ギャルメイクをしてた時に、目頭をくの字で囲んだことはあるんですけど。あ、本当ですか。おしゃれな使い方はしたことなかったです。あ、なかったです。ああいう色の薄いアイライナーとか使ってあげると抜け感が出るんですけど、こういうカラーのライン、あのマスカラで明るい色を使うと、そういう抜け感が下に出るんですね。
次にこちらのチェリーレッドのグローリップを使ってフレッシュな唇を作っていきます。まず赤リップをつけるときはブラシでこう唇の中央に乗せていただいて、それから外に向かって広げていくと割と自然な感じに仕上げれるので、うん、なんか本当にリップクリームみたいな感覚で使いたいときは中央だけにつけて伸ばしていくて、あとパクパクとかしてもらうと割と自然な感じになじみます。うん、そしてもう少し色を発色させたいときは、はい、直塗りしていただいて、うん、リップを直接ダイレクトにつけて中央を中心にグリグリっと乗せていきましょう。次にこちらのコーラルのチークでお肌をフレッシュにしていきます。じゃあこちらのコーラルのチークをちょっとこう横を向いていただいたときに、割とね側面のまずここの頬骨の高いところをねきっちりこう耳の穴ぐらいのところまでこう強調してあげると、お顔がすごく立体感が出てシャープに見えるので、こうつけていただいた後、最後ににっこり笑ったところ、ここにねポン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 って広げていくと、まるでこうお肌が紅葉したようなとてもフレッシュなお肌を作ることができます。はい、反対側もまずは頬骨に沿って耳の穴のあたりぐらいまでちょっとシャープに頬骨をこう強調して、そして顎のあたりとかもつけていただいてもいいですね。でその後ポンポンポンってブラシを叩きながらこう紅葉したようなお肌を作っていきます。はい、メイク完成しました。猫さん、今日のメイクのポイントを教えてください。そうですね、メイクのポイントは夏らしくフレッシュなメイクにするために、お肌、ポイントメイク全てにおいてとても透明感のあるフレッシュな質感を出すことです。なんかカラーものを使うときってアイシャドウやチークやリップとかそれぞれが主張し合って喧嘩しちゃうような感じがしてしまって、うまい足し算と引き算の仕方がわからないんですけど、そういうときはどうしたらいいですか？そうですね、そんなときはメイクのつける順番をちょっと変えていただくだけで大丈夫です。例えば、アイメイクを終わらせて、その後濃い、例えばリップなんかをつけた後、その後チークをつけるとか。確かにそれもやったことなかったです。あとは、まあ、自分の一番その時主張したいものを先につけて、それから後のメイクを完成していくと、足し算引き算がうまくできると思います。なるほど、やってみます。ありがとうございます。はい、というわけで、今回は金子さんにメイクをしていただきました。金子さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。今回教えていただいたテクは、自宅で簡単に再現できると思うので、皆さんぜひ試してみてくださいね。